以上はない最高のカードであり、最高に燃えられる対戦相手だと思う。この戦いに余計な言葉は一切いらない。7月18日、そのままの自分でまっすぐに小橋選手と対峙したい。コメントは試合後に出したいと思う。ついに迎えた宿命の 7.18 東京ドーム。いざ剛腕対決へ。あのドームに現れた佐々木健介。皆さんのプロレスの記憶、その歴史の年表を5年前の夏に巻き戻してください。2000年の夏、小橋は自らが束ね、権威を誇っていた3本のベルトを手放し、箱舟に乗り込みました。その時を同じくして、もう一つの闘魂が宿ったベルトを持っていたのが、この佐々木健介でありました。あの夏は実現するはずもなかった2人の激突。5年間という月日が流れ、ついに宿命の初対戦を迎えました。言葉はいらない。己の右腕だけを引っ提げて箱舟に健介現れ。